気持ちだけで大丈夫です、私たちわがままママです。はい、本日はですね、いつもこの時間に MC をやらないですぐに曲に始まるとこなんですけども、今回上野では初めて歌う真白が打ち込みしたカバー曲を披露させていただきたいと思います。昔の曲でね、結構皆さん知ってる曲かなと思うので、もしよろしければこうやって手拍子とかいただけると嬉しいなって思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もちもちやっていきます。はい、それでは、聞いてください。ジェニーはご機嫌斜め。
にやんなくって私やんないのかよ、間に合ってないから、ね、8月31日までに やんなきゃいけない宿題を、うん、ね、9月5日ぐらいに、いや、お前出せよって言われて、うん、いや、ちょっとびっくりしちゃってみたいな感じで、スタートなんか名前にしてなんかなかったことにしちゃうタイプなんですよ、私。なんで、この後は物販スペース行きますけど、物販スペースに行ったらお前早く作れよ、作れよって人に言ってほしくて、プレッシャーかけてください、よろしくお願いします。なんかね、お宅にね、アンケートを取ったんですよ、はいはいはい、オリジナル曲を何日までに作ってほしいみたいな、うん、しかもその4月中とか8月中とかそういう感じじゃなくて、4月31日まで、8月31日までとか、ね、ママのアンケートツイッターの方でアンケートを取って、はい、みんな優しいから、ね、8月31日までにね作ってくれたらいいよみたいな感じでね、本当に作れよお前、本当に作れよ、作りますよ、という感じで皆様私たちプレッシャーをかけていただいたらと思います。ブッパー買わないにもとりあえずプレッシャーだけかけに来てください、プレッシャーだけかけに来てください。次のライブは、7月の13日ですね、はい、ここです、ここのパパです、はい、ここです、火曜日のここです、火曜日の、上野のアイドルキャンパスの方に出させていただきます、はい、その時もね、この曲やるので、はい、これまだ打てないんだよね。そうだね、緊急事態宣言がまた出てしまったので、なんとも言えないですけども、まあ、気持ちでね、心で打っていただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。その後、その後は、7月の24日、僭越ながら私事ではあるんですけれども、生誕の、バイベントやります、ゆっくりだな。ましろが7月の25日誕生日なので、24日バイベントやります。場所は新宿の、無人島というところでやりますので、もしよろしければね、この機会に会いに来てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。26日は渋谷のラママっていうライブハウスの方で、アイドル文化祭っていうイベントをやります。フードを、手作りのフードを出します。はい、あですね、そんなあとは8月の8日にですね、私たちちょっとセクシーな写真集など売ってるコスホリがやっと5月にやる予定だったものが8月に延期になりました。8月の8日に、させていただきますので、もしそっちも興味がある方いらっしゃいましたら、ぜひともよろしくお願いします。はい、あと今日ね、ムービー撮っていただいてる方、いつもね、ありがとうございます。ムービーの写真と YouTube に上がった時に私たちめっちゃ探して実は見に行ってるんですよ。いいねつけまくってる。そうなんですよ、載せていただけるのすごい嬉しいので、もしTwitter とかインスタグラム載せる場合はひらがなで走らずママして、ひらがなでまあまあまあ、わがまあまあ、マーメイドなんで、まだね、3つつながるんで、ひらがなでまあまあまあって書いていただけると、私たちが検索しやすいので、ぜひとも皆様、よろしくお願いします。撮影全然 OK っていうような感じなんで、いいですよ、いいね、締め行きますね、イエーイ。OK、後であげといてね、あげといて、いいね、締め行きますね。はい、ありがとうございます。今日はね、MC をちょっとゆっくりいっぱい撮らせていただきまして、いっぱいおしゃべりをさせていただきますけど、次の曲で、最後の曲になります。いつもここでやらせていただいております。わちゃわちゃ盛り上がる曲をやっていきたいと思いますので、皆様ね、手拍子だったりとかで、あそこ声出せないからね、手拍子とか心の声とあと体で元気に盛り上がっていきたいと思います。この雨をね、吹っ飛ばす感じでよろしくお願いします。それではよろしいですか。よろしいです。はい、では次の曲、最後の曲お願いします。気まぐれ